NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人で2日第38回時を継ぐ者が放送された。強引に源実朝、柿沢隼人を鎌倉殿の座から引きずり下ろそうとした北条時政、坂東彌十郎の企てを息子北条義時小栗旬が阻止、時勢は伊豆に追放された。時勢との別れの日、義時は声を震わせながら、小四郎は無念にございます、父上にはこの先もずっとそばにいてほしかったと思いを激白、今生の別れにございます、父が世を去るとき私はそばにいられません、父の手を握ってやることはできませんと涙をボロボロと流した。さらにあなたがその機会を奪った、お恨み申し上げますと言葉を絞り出した。時勢は館の外のうぐいすに目をやりながら涙を見せていた。時勢の行為を謀反と断じ、姉北条政子、小池栄子の命乞いにも政政に私情を挟むことはできませんと非常に徹していた義時の息子としての涙。ネットでも過去人泣いた、涙ボロボロでした、短い45分、数々あった神回の中でも神回ともらい泣きする視聴者が続出していた。